カラカラ動画であげちゃうか。パパッとする編集もね、バスバスッと切ってパパパパッとする編集もしますけど、まあ久々のこの元ブログらしいというか、バイクでどっかに向かいながらダラダラ喋る元ブログらしいことなんで、いいか、長い長編に、長編というか細切れやな、細切れ動画にしちゃいますか。これなんなん、マセラティ、マセラティや、マセラティ増えたけど、この古いマセラティは珍しいな。前の車じゃないですよ、前の車、カローラフィールダーなんで。ちょっと行くと錦の浜、錦の浜ですね。おお、ビーチパラソルの花が咲いておりますよ、錦の浜。錦の浜は遠浅、遠くまで行っても浅いんですよ。なので、まあ、家族連れとか子供連れにも人気ですし、バーベキューも近くできるとこあるんかな。いい匂いするけど今。BBQ のええ匂いが道路にまで、車乗ってたら分からんからな。車乗ってて分かるよ、じゃあ焼肉屋の前ぐらいしかないわな。いい匂いがしました。みんな夏を求めて海に来てるんでしょうか、海に来たから夏を満喫してるんでしょうか、どっちか分かりませんけど、いい匂いするな。この辺までするぞ、ええ匂い。どんだけバーベキューしたいの、うまいやろな。こんな中で暑い、汗かきながら焼肉続きながら冷たいビールをパシュッパーとね、うまいやろな。おっさんは関係なくバイクで一人だ、旅じゃない、買い物やからな。マークっていうことは大体若いお姉さんが乗ってる、2人デートかな、新車では買うてないな、ポルテやから。まあ雑談釣りでですけど、またまた思いつきで始まる雑談。中古車とか、まあ、新車でもそうですけど、僕は中古車買うことが多いというか、ほとんど中古車なんで、よく思うことがあるんですよね、自分の車にしてもそう、オフ会とかで見る他人の車にしてもそう思うことがあるんですけど、あ、娘が運転しながらお父さんが共感をしているという微笑ましい感じのポルテでした。まあまあ話は戻して、何を思うことがあるかっつうと、ちょっと待ってね、まあ忙しい、まあ忙しいね、よいしょ、すり抜け忙しい、よし、はい、何を思うことがあるかっつうと、まあ俺の車スカイライン平成9年式、平成9年式なんで、今年で20年目ですか、20年目を迎えたわけなんですけども、僕の車のそのスカイラインには20年の歴史があるわけなんですよね、工場出荷されてから最初のオーナーがハンドル握ってから、僕がハンドルを握ってから、そして今に至るまで20年の歴史っていうのが、僕の車にはあります、ね、でその20年の中で、その車と接した時間っていうのが
いろんな人がいろんな時間っていうのをその中で過ごしたわけなんですよね。最初に新車でね買った人は、うわこれようやく来たぜ、これが俺の GTR か、欲しかったんやみたいなことを言ったか言わないかは知りません、知らんけども、まあでも少なからずそうは思ってますよね。まあまあいらんかったけどこうだわみたいな人はまあまあおらんと思いますわね。初めてハンドルディーラー出てからどこ向かったんかなとかね、この中でどんな人が買ったんかわからんけどデートもしたんかなとか、お青なのかちゃうな、愛を語らい合ったんかなとか、喧嘩をしたこともあるんかなとかね。その車で歴史っていうのがなんかこう感じるというか、オフ会とか行っても僕より古い車たくさんいますよ。サニーのスカイラインにしてももう30年近いですからね。サニーのスカイラインにしてもそう、鉄仮面なんて結構乗ってる人知ってる人で乗った人多いんですけど、鉄仮面とか、まあ、ケンメリとかハコスカとかありますけど、家族で海行ったりとかしたんかなとかね、夏になるとね、お父さんエアコン効かへん暑いとかね、走り出すまで待ちなさい、そんな話をしたのかしてないのか、いろんな歴史あるやろなって。このバイクにしてもそうですよ、まあ、おそらく92年か3年か4年かそれぐらいのバイクだと思いますけど、もう30年超えてます。で30年20年超えてる、30年ってないのか、20年超ですよね、20年超の間に、タンデムしてどっか遊びに行ったことはあるんかなとか、高野山行ったことあるとかね、俺もバイクで行ったの初めてやったけどお前も初めてやったんかなとかね、いろんな歴史をなんか想像してしまう。このマセラティにしても3桁ナンバーなんで、半年式で3桁ナンバーっていうことは中古車間違いないと思うんですよ。新車ワンオーナーっていうことはないですわ。ならどういう風にどんな人が最初買ったんかなって、マセラティって高級車ですからね、間違いなく高級車、ただトラブル多い、あの年式やとね。最初の人はどういう人が買って何もトラブルなかったんかなとか、回してるってことは多分調子いいと思うんですよ、愛情注いできたんやろな、今のオーナーもあのマセラティが好きで買ったんだと思いたいし、さっきのポルテにしてもそう、まあ、新車で買ったんか中古で買ったんか分かりませんけど、お父さんが乗ってたんで新車で買った可能性が高いとは思いますけどね。新車で買ってその時はまだ娘は中学生、勝手な想像ですよ中学生、さいいねこれみたいな、広いしお前免許取ったらこれあげるわ、で免許取ったと、お父さん免許取れたで、よっしゃほんならちょっと練習がてらドライブ行くかみたいな、父と娘でドライブなんていいですよね、でお父さんがこう横でちゃう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 、そこ違う違う、右張り出して右向き出して、そこ右右ちょっと遅かったなとかね、言ってんか言ってないかも俺の勝手な想像やけども、あのポルテの中ではそういう思い出が一つできるわけですよね。でそれをそのまま乗り潰して廃車にするのか、
中で、ね、下取りに出して中古車としてもう一回違う人に渡るのか、はたまた読み入り道具として持っていくのか、まあ、そこその辺は分かりませんけど、もし中古で次の人に渡ったならば、そういう歴史があったよっていうのをまあ感じ取れるか感じ取れないか、想像できるかできないか、するかしないか、あると思いますけど、でなんかそういう、うん、物じゃなくて物、漢字で書かないとわからへんけど、物体の物じゃなくて人としての物みたいな、なんか感情もないし何も言わへんけども、なんかこう伝わってくるものってあるかな。傷一つにしてもそう、シミ一つにしてもそう、コーヒーのシミが、ね、自分でつけたならば、このシミあの時にあいつ騒ぎながらコーヒーこぼしたなとか、この酸っぱい匂いはあの時にすぐるくんがみたいに思うか思い出さないか分からへんけどもなんかそんなん考えたら楽しいよな。犬ワゴンな、女の子人気ですよね。犬ワゴン N ボックス結構するんでしょ。200万近いんでしょこれ。でも広いしかっこいいと思いますよ。なんや V8 の音がしたぞ。かっこいいし乗りやすいんでしょうね。一昔前の軽自動車からしたらもうすごい進化ですよね。俺ら免許取る前ぐらいって軽自動車したらまあ軽トラで軽箱って言うんかな、なんておそのそのある軽箱っていうかな、エブリーとかアトレとか食パンみたいなやつね。であとはミラーアルト、キャロル、ミニカみたいなんですけど、こんな4枚ドアって軽自動車から5枚ドアっていうか、ハッチバックから5枚ドアっていうのがまだまだ主流じゃなかった、3枚ドアハッチバックで、かつ後ろが4ナンバーなんで激狭っていう、三角座りでも座れるんかいみたいな、なんかそんなそういう形容が多かったような気がします。なんでなんやかな、なんであの形をバンにしたかったやろ。やっぱ無理があったんかな、設計安全。そうこうしてると初代ワゴン R が出たんですよね。ワンツードア、後ろ1枚前2枚で中がとてつもなく広い、4人普通に座れる、腹も爆発的にヒットしましたよね。で後を追ってムーブライフ、ムーブはね高級車、ライフは結構若いお姉ちゃん、もしくはちょっとやんちゃくれな突っかけ吐いたような兄ちゃん、うるさい音のマフラーとかねつけて走ってたりしたと思うんですけど、左行くん、どこ行くんこれ、仕事か、分からん。まあその時から考えると軽自動車ってすごい進化しましたよね。
この辺はあの普通車にも負けず劣らずの豪華装備っていうのがやっぱり売りやと思うんですよ。 N ワゴンとかね、 N ボックスとかムーブワゴンある、その辺はよいしょ、車が何であろうが楽しければいいじゃない、好みに合えばいいじゃないっていうタイプですわ。バイクもそう、別に俺この CBX 行ったじゃないです。GTR はねもうそれが欲しくて欲しくて買いましたけど、もうその他はまあ自分なりのこだわりいろいろあったりはしますけど、別にこれじゃなくても良かったと思って探してて、まあ、結果的にこいつと巡り合えて良かったかなって、思いますね。その上から見にくいな、純正すごい光ってるのが分かりにくかったライトのヘッドライトの動画のところでもちょっと言いましたけど、やっぱりね、あの視認性って自分だけじゃなくて、ね、車は声発しないんで相手に知らせるとかいう意味から、もしあれが車外ウインカーだったらね、ああいうのはやめた方がいい、自分が大切にしてるバイクだったらぶつけられる可能性もあるし、ああいうのはやめた方がいいんじゃないかなって俺は思います、もうすぐ青です。あれなんや、シグナスか、早いな、おっさん早いな、捕まらんようにね。